みなかみに来たら必ず寄るのがもうそちらです。あのまんじゅうの不益さんっていうところです。もうここのおまんじゅうが非常にコストパフォーマンスがよろしくて、みなかみで時間があったら今まで2回降りたんですが、ここのおまんじゅう屋さんが一番美味しいと思います。ちょっとね中に入りますが、不益さんのお店の中に入らせていただいたんですが、僕はこの湯の花まんじゅう2つほど購入いたしました。他にもですね、このおまんじゅうセットでこういうふうに販売をしていたり、あとは、鉄オタにはたまらないこの SL 水上号がこの周辺臨時で走る時がありますので、中身は湯の花まんじゅうらしいんですけど、パッケージが SL 仕様のそういうものが販売されたりしております。上越線みなかみまで来て次の長岡行きまで時間があるときはぜひお立ち寄りください。改めて不益さんの場所はこのみなかみ駅の駅舎を出てもう右斜め前真正面にございますので、ぜひお立ち寄りください。店内の様子なども、お店の方のご了承いただいた上で、撮影させていただいております。今電車は寄居駅に止まっております。向こうには東武東上線を走る8000系がいます。8000系だよな。でこの動画は寄居からこの電車の終点高崎までご紹介いたします。ここから走っている線路は秩父鉄道の本線の線路です。また左側の八高線は線路の上に架線がなく、右側の秩父鉄道は線路の上に架線がある。単線が2本並んでいるので複線に見た目上は見えます。この線路 JR 高崎線の熊谷からその先行田まで向かう路線となっています。山の中を走ってきたりしましたので勾配差が激しかったんですが、寄居から先というのは関東平野の中を走っていくような感じになりますので、さっきとかなり景色の様子は変わってきます。以前の動画でもご紹介しましたが、赤城三山が見えたりだとかそういう場所もございます。途中荒川を越えたりとかそういう場所もありますので、ぜひお期待ください。
走る区間になってからは駅間距離が5キロぐらいあるところがほとんどだったんですが、今回の用土から次の駅松井久までの駅間距離は 2.7 キロと、まあ、八高線の割にはかなり短い駅間距離になっています。また駒川から寄居までの間は細かい峠越えみたいに線路のアップダウンがかなり激しかったんですが、さっきの寄居を過ぎたあたりからはもう関東平野のちょうどへりの部分を走るような感じで、大体の場所が平坦な場所になっています。この先の左カーブを抜けて少し走るとまた景色がパーッと広がってきますので、ご期待ください。この辺りの景色と一変いたします。今停車した松久駅は1982年昭和57年までは行き違いができる設備があったそうなんですが、無人駅化された時にこのように線路が1本、ホームが1本、一面一線の駅という姿になったそうです。この先右側に線路が外された跡みたいなのがあるので、昔の面影が少し残っています。肉眼では確認できているんですが、カメラの方に映っ
ている場がわからないんですが、向こうの方に信越との国境の高い山々ですとか、そういった山、高い山もね、見え始めております。去年の秋に撮影した時は遠くは谷川岳の方向の三国山脈の山々も車窓から見られたりしたんですが、今日はちょっと霞んでいるので、まあ、そこまでの山は見られなさそうです。短いですが20パーミルの勾配があるので、それで警笛をまた鳴らしました。まだ小玉駅に停車中なんですが、さっきまで全面展望の絵を撮っていたんですが、これワンマン運転の列車で2両目の後ろのところ、まあ、前方ですと運転士さんが乗っていらっしゃるところがフリースペースなんです。で、以前去年の夏に四国でやはりディーゼルカーに乗った時に後ろからの景色を撮影いたしました。で、ここね、クーラーがなくって非常に暑いんですが、ちょっとここから高崎までの間は背面展望、後ろの絵をご紹介させていただきます。まあ、絵面的にはこういう感じになるんですが、右側のこういうところにも窓があるので、まあ、割とこんな感じの方がいいんですかね。こういう絵で終点高崎までお楽しみください。あまりにも暑い場合はちょっと逃げるかもしれません。こういう風な絵面でお楽しみください。
しみいただきます。後ろになびいていきました。あちらは秩父方面の山々が見えております。いつもの全面展望ですと運転室の後ろの窓越しなどに撮影するのでちょっと、ね、見づらかったりします。まあ、ロマンスカーみたいな全面展望というのはなかなか撮れないんですが、今のこの絵面というのはまさにあのロマンスカーの背面展望みたいな、そういうのをまるで SL みたいだ。いいね。またいつもね、僕は前面からの絵面をご紹介することが多いんですが、また違った感覚でお楽しみいただければ幸いです。窓も広いんでね、さっきとは打って変わって、まあ、映ってよかったです。その場合はちょっとスキップしてご覧いただければと思います。車掌さんになったようなそういう気分になれます。向こうにもホームがあるんですが、駅名標などが外されているのでもう今は使っていない、そういうホームでしょう。それと今ちょうどありましたが80というこの柱があります。これはキロポストと言いまして、高崎じゃないや、八王子から今80キロ地点という意味です。ところどころに線路の脇にこういうものもあったりしますので、皆さんも、電車に乗られた時、列車に乗られた時はこういうところもぜひご注目ください。ちょうど僕が撮影している場所がそちらに入り口があって、運転室があって、本来ガンマ運転の車両でなければ車掌さんがいらっしゃるようなそういう場所から撮影してるんですが、
客室の冷気がここまで来ませんのでね、ちょっと暑いというところだけがネックです。ぜひ青春18切符でこの夏楽しまれる方がいらっしゃれば、ここの場所おすすめいたします。ただ暑さ対策は十分に取られて、撮影とか景色を見たりしてくださいね。やはりレールが途切れているので、まあ、今使っているのはこの左側の直線の線路のみのようです。お次はこの付近でも結構重要な駅、群馬藤岡駅に着きます。景色に切り替えますが、多分向こうが軽井沢とか長野方面の山々になると思いますが、まあ、今日は本当に曇っていて遠くまで見通しが効きません。あと本当に名前をど忘れしたんですが、上州三山の一つの山はっきりと見られます。赤城山と春名山に続くもう一つの上州三山とか、その群馬で有名な山が3つほどあるうちの一つの山がその正面の山だったと思います。また字幕でご紹介させていただきます。赤身が流れる川、神奈川を今渡っております。7月10日は越後湯沢から大宮までの区間、リゾート山鳥号を使った谷川岳ループ号に乗車いたします。また別の動画でご紹介すでにしていると思いますが、概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味があればぜひ谷川岳ループ号の動画もご覧になってみてください。その際に今通った神田川をまた別のところで渡る光景もご紹介できているはずでございます。また煙が上がってますね。谷川岳ループ号の動画ではちょうど神田川あたりで僕が寝ちゃっていましたんで撮影できていませんでした。申し訳ありませんでした。あまり僕の動画ではこのアングルから撮影することがありませんので非常に新鮮です。去年の四国の土産線以来ですね、こういうアングルで撮影するのは。その時も同じディーゼルカーでしたが、本当に楽しいですね、ディーゼルカーは。車掌さんとかはね、ここの窓を下げて開けて安全確認などをされたりするんですが、一乗客はそういうことするわけにはいきませんのでね。ただいま群馬藤岡に到着いたしました。
次の駅が北藤岡という駅です。で何度もご紹介しているんですが、八甲線の戸籍上の終点起点は次の、まあ、停車駅、次の駅倉賀野なんですが、実は高崎線の線路とは次の北藤岡付近で合流しています。まあ、そういうところもね、背面展望ではありますが、ご覧いただけたら興味深いのではないかと思います。さっきの小玉駅に続いてここでも4分ほど停車するようです。都心部のラッシュに近いような状態になっています。やっぱり2両編成だというのは、まあ、こういう感じのところはネックなんでしょうね。紹介しましたが、北藤岡のところで高崎線の線路と合流しますので、またそういうところもぜひご注目をしてください。新幹線の高架の下をくぐりました。今まっすぐ走っているこの八甲線の線路が少し曲がり始めると、高崎線に合流間もないという、そういう感じになっています。近づいてきます。この付近ってかなりお家が多く並んでいる場所でして、北藤岡から高崎方面に行く分には、まあ、この八甲線の列車が止まるので全然問題ないんですけど、問題はこの八甲線の逆サイドではなく、高崎線の例えば籠原方面に向かう側に問題が起きております。結局北藤岡駅には八甲線の列車のホームしかありませんので、高崎方面ではなく逆方向の籠原や熊谷、大宮方面に向かうときに、1
回次の駅倉賀野に出て、そこから高崎線の列車を折り返すという、まあ、二度手間が発生するわけなんですね。すぐそこに高崎線の線路が走っております。なのでこの地域の方から、まあ、以前から、まあ、ここではなく、まあ ここの辺にねホームを作ってほしいという要望が出ているようなんですが、スペースの都合だとかそういうことで、まあ、なかなかその要望が通らないというようなことらしいです。本当にここにねホームがあれば、ここら辺に住んでる方、大宮方面にも非常に便利に行けるようになるとは思いますが、まあ、現状倉賀野で1回行ってそこから折り返すという一手間が必要になっております。から高崎線の本線に入ります。上の東京ラインや新宿湘南新宿ラインに直通する電車などは120キロまで出せる区間なんですが、その電車からこのキハ110型逃げなきゃいけないので、110キロで最高速度ここのから先は走れるようになっています。本当に北藤岡の駅の位置関係と高崎線の線路はこういう関係なので、ホームがあればね、本当に地域の方、便利にもっと鉄道をご利用いただけるんじゃないかと思います。これで八高線の線路は高崎線に合流しました。高崎方面に向かうときには何も差し支えがないんですが、まあ、左側のちょうど真ん中の線路は八高線の、ちょうど駒川に行く列車が通る線なんですね。真ん中の線と合わせて、1回高崎線の下り線を平面交差するということがありますので、まあ、本数があまりないので災いはないんですが、まあ、そういうことがございます。まあ、高崎線から八高線に入る列車は1回本線から中線に入ってワンクッションを置いて高崎線の下り線をこの渡っていくみたいな走り方をいたします。
次の駅が終点の高崎なんですが、この倉賀野にはさっきもお伝えしました上野東京ライン、湘南新宿ラインの電車が10両編成でやってきますし、もともと高崎線の電車というのはかなり長い編成のものが走っていましたので、向こうまで続く長いホール、多分先頭の方もかなりスペースがあるんですが、2両編成でちょこっと止まるという姿もちょっとアンバランス感があって面白いんじゃないかなと思います。ここから高崎までの間、この今背面展望なので画面の左側に、貨物の拠点が見えます。あとは高崎車両センターの高崎支所、この間谷川岳山開き号の動画でもご紹介しましたが、高崎にある車両センターの高崎の基地がなぜか支所扱いだという不思議な現象が起きているということでご紹介いたしました。またその、場所が見えてきます。もう電車自体はもう高崎市内に入っております。まあ、今日は日曜日なので、あの上野東京ラインか湘南新宿ライン、グリーン車乗ってもですね、51キロ以上は全て1000円、失礼しました、800円です。左側に貨物駅がありますんで、ブルーサンダーが止まっておりました。ここら辺の景色も非常に楽しい区間です。高崎なんですが、左側には今貨物の金太郎と桃太郎と EF64 止まってます。貨物の敷地が終わるとその後車両センターの敷地が始まって、まあ、211系だとかそういうものが止まっていたりします。あまり左側ばかりに、あ、651が止まってた。この間こちらも五国電車図鑑シリーズなどでご紹介した、かつては常磐線日立号で使われていた往年の名車651系です。向こうには211系止まってますし、これと同じ紀伊半110号止まっています。ただご注目いただきたいのは、この動画ですと右側になるんですが、高崎を向いて見ていただくと車窓左側になります。群馬の私鉄上信電鉄の車両基地がこの画面右側、進行方向を向くと左側にあります。ちょうど上越新幹線のガードをくぐった後ぐらいに見え始めるんじゃないかと記憶していますが、ここには北鉄で引退した車両が止まっていたり、
いいっすね、八甲線同士のすれ違い。ちょうどこの高崎アリーナでしたっけ、ここの先右側が上信電鉄の車両基地があります。国鉄の元車両が、まあ、JR といった方がいいんですかね、それがあったりだとか、元西武で走っていた車両があったりだとか、まあ、今右側から見えてきた線路が、富岡とか富岡製糸場があった富岡とか、こんにゃくで有名な、おすごいレトロなものが、あ、これが元 JR の107系です。これも相当古い車両です。もう今使われていないのかな。あと現役で西武の元新101系が使われていたりする、まあ、この高崎からこんにゃくのふるさと下仁田までを結ぶそういった施設です。旧型客車も止まってるし、今日は水上号に、あ、なんか群馬サファリパークの、これが107系のやつですね。いいなこれ。機関車もね、漢字の凸型のね、古いのが今止まっておりました。こんにゃくの里下仁田までを結ぶ私鉄路線がこの右側の上信電鉄です。上信電気ではありません、上信電鉄。もともとは上州と信越を結ぶ路線として計画されたようです。大変名残惜しいんですが、もっとこの110型に乗っていたい気持ちが本当強すぎるんですが、ただいま11時1分に高崎に到着いたしました。まあ、今回は八王子から八甲線乗り通しましたので、まあ、非常にトータルとして時間がかかります。なので、八王子から駒川、そして駒川から寄居からこの終点高崎までと3つに分けて、まあ、ご紹介させていただいたわけなんですが、またこの後、越後湯沢から谷川岳ループ号の方にも乗りますので、そういった動画もまた出しますんで、ご視聴いただければ幸いです。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。今回も長時間にわたってお付き合いいただきましてありがとうございました。合計3回にわたってお送りいたしました八甲線乗り通しのドキュメント、いかがでしたでしょうか。八甲線は普段普通列車しか走らない、まあ、決して派手な路線ではありませんが、まあ、都会の近郊で走る、まあ、ローカル線の雰囲気を味わえるという、非常にこのリフレッシュができるような路線だと思いますので、もしお時間がある時に気分転換されたいなという方は八甲線にもぜひ乗ってみてください。またご視聴いただいた皆様にお願いがございます。まず今回八甲線に乗車したドキュメントを3回にわたってお送りいたしましたが、ご視聴いただいた皆様の中で群馬県に行ったことがないという方はですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また群馬県ちょっと行ってみたいなという感じていただいた方はですね、グッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。当チャンネルでは月額490円でメンバーシップを開設しております。メンバー様にはたまにメンバー限定の動画を公開しておりますが、それ以外現状特にこれといった特典はございません。メンバーシップの収益については撮影費用の一部など当チャンネルの運営費として使わせていただいております。もしよろしければそういった点ご理解の上ご入会ご登録いただけると幸いです。